にちは、渡辺です。今回はいつもお世話になっている先輩からのご依頼で木のレンゲを作っていきたいと思います。で、その内容っていうのがこれとこれを合わせた感じでっていうことでした。この白色のやつの形でもう一つのやつみたいに引っかかる部分をつけてほしいとのことです。では早速やっていきます。まずは型を作っていきますね。真上から見たものと真横から見たものを作ります。どんぶりの縁に引っかかる部分ですね。今回は5個のご依頼だったので型は厚紙でサクッと作ります。厚紙は100均で買ってきました。こんな感じですね。これを切っていきます。ちなみにこのハサミも100均で昔に買ったボロボロのやつです。このハサミは買い替えたいですね。小学校の図工の時間みたいですね。昔は図工が特別得意なわけではなかったんですけど、そんなに嫌でもなかったからこの仕事を続けられてるのかなって思います。バッチリですね。横からもバッチリです。日焼けの木の材料ですね。さっき作った型を当てて線を描いていきます。切っていきます。横の線を描いていますね。5個取れるかなって思ってたんですけど4個しか取れませんでした。しかも今回の材料がなかなか硬くて何回も心が折れそうになりました。まあ、でもここまでの高さがあるカトラリーって作ったことなかったんでとても勉強になりましたね。もう一度型を当てて線を描いていきます。終わりました。形を整えていきます。音声が乱れててごめんなさい。この作業では7割ぐらい作るイメージでやってます。なので細かいところまではやりません。料理をすくう部分の溝を作るのが大変そうだったのでボールバンでたくさん穴を掘ることにしました。これも掘りすぎない感じで適当で大丈夫です。いよいよ仕上げの作業に入っていきます。この手持ちのベルトサンダーっていうのがめちゃくちゃおすすめなんですね。
カトラリー作りはもうこれさえあればなんとかなるかなって思ってます。40番のペーパーでざっくりやった感じですね。凸凹を取って細かいところを仕上げていきます。100番のサンドペーパーの裏に両面テープを貼ったものを丸く小さく切って貼り付けて使ってますね。仕上げの磨きです。木目に沿って磨くと綺麗になります。木を削るところまでは完成です。細かい木の粉を取り除いてますね。いい感じになりました。この後は漆を塗って仕上げていきたいと思ってます。漆塗りの様子はまた別の動画で紹介させていただきます。最後まで動画をご覧いただいてありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタン押していただけると嬉しいです。ではまた。